吉田勉発見動画チャンネルです。ここは鳴瀬駅の北口です。この今鳴瀬駅を向かって大勢のこの学生さんが歩いております。ユニフォームほとんどはユニフォーム姿ですが、一部に違う学生さんもおりますが、このもう白やそれぞれ紺のユニフォームを着た皆さんが多数歩いております。今日は私学の関係のバレーボール大会があるということだそうです。そして今日は本日は開会式が行われたということで、これを大勢の皆さんが今鳴瀬駅に向かっているところです。幅広い範囲でこの大会が行われますので、この東京県警エリアなのか、あるいはこのもっと広い範囲なのか分かりませんが、相当広い範囲でおそらく全国レベルの大会だろうと思われます。大勢の皆さんが今この鳴瀬駅に向かっているところです。ご覧のほどの皆さんが歩いております。この今日は鳴瀬駅北口に今大勢の学生さんが向かっているところです。明日私学関係のバレーボールの大会が行われるということで、おそらく全国レベルではないでしょうか。大勢の皆さんが来ているところです。この見慣れないこのユニフォームを着ている皆さんたちが大勢来ておりますので、おそらく関東あるいはもしくは全国レベルの大会だろうというふうに思われます。この今だけでもこのもう1000人に達するような皆さん方が歩いたのではないかと思われますが、また後方からはまた次の一団の皆さんが現れてきました。これほど大勢の皆さんが今日はこの町田市総合体育館に集まっていたことが、このことによって皆さん方にご覧いただいております。今日は私学関係のバレーボールの大会、おそらく関東もしくは全国レベルの大会だろうと思いますが、町田市の総合体育館で行われたようです。今皆さんが続々とこの鳴瀬駅 JR 横浜線の鳴瀬駅に向かって歩いてくるところです。